いわき北線は、かつて JR バス関東東北道統括支店が運行していたバス路線である。いわき石川駅と小野新町駅を結ぶ鉄道の短絡と地域輸送を目的とした路線である。正確には、石川新町小野新町駅がいわき北線で、いわき石川駅石川新町は、いわき南線であるが、実際の運行は、いわき石川駅小野新町駅で、 いわき北線としており、まとめて記述する。運行は、東北道統括支店によって行われており、新町中通りには、小野新町車庫があった。ここは、以前、小野新町営業所だったが、路線の縮小とともに車庫に格下げられた。小野新町から川前、宿、小木方面へ支線を抱えていたが、現在はすべて廃止されている。この本線となる、 いわき北線も利用者が減少しており、1999年には休日の運行をすべて休止するなど、経費の圧縮に努めてきたが、沿線の過疎化と主たる利用者である高校生と高齢者の利用が減少していた。このため、2006年3月30日に福島県生活交通対策協議会に路線の廃止を申し出ることとなった。その後、 県中地方協議会などにおける協議を経て、2007年4月1日からは、JR バス関東から周辺自治体が委託する福島交通に移管することが決まり、現在は福島交通が同区間を運行している。ありがとうございます。